こんにちは、速稼塾の久保です。今上げた動画にコメントがつきました。こういうふうなコメントなんですけども、こんにちは、生活保護受け始めました17歳の障害持つ母子家庭です。毎月11万だそうです。やっていけません。去年2回自殺未遂しました。私も病気があり、まだ仕事はできません。もう生きていくのが辛いです、ということで、生きていくのが辛い中で私の動画を見てコメントを書いてくださったんですね。本当にそのね、生命力というかエネルギー、私に向けてくださってありがとうございます。私もね、この生活保護、たとえ一人暮らしでも11万とかじゃね、とってもやっていけないと思いますよ。それこそ基本的な人権を守りながらね、もう本当に最低限の暮らしでしょ、健康で文化的な最低限の暮らしを送るのに11万ってね、相当切り詰めないとできないですよ。いや、逆に11万でね、暮らしていけるような、そんな制度設計になってないわけですよ。税金も増えたりとか、それから社会保障が削られたりとか、しかも世間の冷たい目、これが一番の敵ですよね。生活保護を受けた方が何か楽をしてるとかね、もう本当お金もらってよかったね、こういう気持ちが国民にある以上ね、もう全然報われないと思います。生活保護だってね、受けたくて受けるわけではないんですよ。できれば元気に頑張って働いて、その職場で関わる人と楽しくいろんな悩みをね、分かち合いながら、やっぱりこう友人も作りたいと思うわけですよ。でも11万円だったらね、ちょっとコーヒー飲みに行こうよとか、ケーキ食べに行かない、こんなん付き合えないじゃないですか。これが本当に生活水準がね、高いとされている日本の実態なのかなと私は思ってしまいますよ。いや、本当にね、今回ねコメント書いていただいて、私はね、そういう意味でも新生活保護っていうね動画をどんどん作ってます。この新生活保護っていうのはね、これから生活保護を考えるとしたら、どんな金額かな、どんな設計だったらいいかな、どういうふうな医療費の負担になるのかなってことを一から考えましょうということなんですよ。まだ私の YouTube で本当に細々と動画が上がってる程度ですけども、私はねこれをねぜひ実現したい。私の目標金額は生活保護といえども一人に37万円、これはねどうしても出してもらいたい。出ないとやっぱ暮らしていけないですよ。なんで自由に子供たちを我慢させずに育てたいじゃないですか。塾にも行かしたいし、なんかもしかしたらね空手教室も行かしたいかもしれない、いろんな楽しい思いもさせたいから、ディズニーランドも連れてってあげたいし、旅行にも行ってね、温泉にも入れてあげたいし、美味しいものも食べさせてあげたい。これって贅沢なんですかね。これが最低限の日本人としての当たり前の暮らしの中に、旅行とかディズニーランドとか趣味にお金を使うとかね、好きなねアイドルの DVD を買うとか、これ入ってると思うんですよ。いや、あまりにもひどいと思います。これが本当にね、生活保護費がもうどんどん削られていく現状とかね、本当に怒りに打ち震えますね。これだけでも私は政党を作りたいような気持ちです。今度ね、新生活保護のコーナー、まだまだ訴えかけていたいことたくさんありますんで、よろしかったらね、今回コメント書いてくださった方、ちょっと名前は出しませんけども、またね、お知恵を貸していただいて、私のね政策設計にちょっとね取り入れさせてもらいたいと思うんですよ。できれば生の声が聞きたいんで、 Zoom のライブ対談などがもし可能でしたら、その素直な声を聞かせていただきたいと思いますし、もしねそれが難しいということでしたら、現状の苦しさとか、もっとどうなったらいいんだとか、世間に対する声とかをね、私動画にして、もう本人のことがわからないようにしますんで、メールをね、下にメールアドレス書いてますんで、メールで送っていただけたら幸いでございます。まあお願いばかりで申し訳ないですけども、こういった現実、声がね、まだまだ国民に届いてません。もう自分のことで精一杯、確かにそうなんだけども、少しだけね、誰かのために何かしようという気持ちをみんな持ち寄ってですね、もう今すぐは無理でも、近い将来変えていくように動いていきたいと、私は少なくとも思ってるんですよ。賛同される方、気持ちだけで十分ですから、ぜひね、コメント欄に、なんかヒントをね、書いていただきたいと思います。こんな、気の毒な方がいるんだよとか、こんな現状では良くないよとかね、そういった皆さんのもうちょっとなんとかならないかなって声を集めてね、大きな力にしようと思ってますんで、よろしくお願いします。それではまた動画を上げます。新生活保護の動画再生リストは動画の概要欄に下の方に貼っておきますので、よろしかったら私の勝手な思いですけどもね、ご覧いただければと思います。ありがとうございます。